2月7日、江戸川区役所で令和4年度江戸川区職員防災訓練が行われました。区民のために最善と思われる対応に全力を尽くすよう。この訓練は勤務時間中に大地震が発生したことを想定し、職員一人一人が果たすべき責務の意識づけを図ることを目的に毎年実施されています。今回は都心南部を震源とするマグニチュード 7.3 の大規模な直下型地震が発生し、区内で震度6弱から7を観測したことを想定して行われました。訓練では発災直後に区内で予測される広域的な人的被害や建物被害などに対応するため、各部署で初動体制の確認や情報収集、対応の決定、協力機関との連携など想定される行動についての確認と検証が行われました。いつ起きるかわからない大規模災害、区では今後も発災時の被害を最小限に抑えるための災害対策を一層強化してまいります。